先月十九日静岡市清水区の住宅で女性が刃物で刺され殺害された事件で、警察は事件当時この家に帰省していた二十五歳の長男を殺人の疑いで逮捕しました。殺人の疑いで今日逮捕されたのは神奈川県川崎市の会社員石川慶容疑者二十五歳です。警察によりますと石川容疑者は先月十九日の夜。 静岡市清水区八ヶ谷の実家で母親の真矢さん59歳を刃物で刺し殺害した疑いが持たれています捜査関係者によりますと亡くなった真矢さんは首の左右に複数の刺し傷があり台所で血を流していたところを発見されたということです石川容疑者は事件発覚後刃物で自分の腹を刺していて救急搬送される際母を刺してしまったなどと話していました 関係者によりますと亡くなった麻也さんは知人に対して長男が悩みを抱えながら働いているなどの話をしていたことが分かっていて警察は石川容疑者が犯行に至った動機やいきさつを調べる方針です。